市ヶ谷の大学受験予備校で医学部受験生に生物学を教え、数多くの生徒たちが合格していきました。一方、船橋では児童養護施設や母子生活支援施設で教え、公民館では誰でも参加できる学習サポート、勉強広場を開き、特に高校入試には力を入れ、毎年合格に至ってます。昨年度は児童虐待から再出発した子の大学受験を応援し、この4月から大学に通っています。予備校でも勉強広場でも子どもたちが生き生きと勉強していきます。残念ながら現状では進路をめぐる子どもたちの家庭環境には格差があります。その格差により子どもたちの進路選択に不利があってはなりません。それではどのようにすればいいでしょうか。まず第一に希望者が誰でも参加できる学習サポートを全中学校区に設置することです。議会で設置を求め続け、最初4カ所、今は11カ所で市主催の学習サポートが実施されるようになりました。しかし中学校は26あり、未設置の15カ所にも設置を急ぐように要請していきます。現状の11カ所を業者に委託していますが、本当は各地に子どもたちを教えたい、教える技能のある大人がいるはずです。各中学校区で住民の参加を促すことも大切です。そして第二に船橋市立の小中学校の教育内容を充実させ、希望の進路に進むことができるようにすることです。公民館の勉強広場で子どもたちの勉強を見守る中で、船橋の小中学校の教育に足りない点を見てきています。また保護者や子どもたちからも意見を聞いています。それを踏まえて教育委員会に提言をしていきます。でも実は、船橋の小学校ではあんまり教えてないんだけど、もう一つのやり方があるんですね。これ、すだれ算と言います。でこれは逆さ割り算という言い方もあって、これは知っておくと便利なんで、ぜひ使ってみてください。まず36と48をこの隣に書きます。で、まず 1で割れるのは当然なので、まず次に2で割ってみようとすると、で2で割れそうですよね、36と48で。そうすると2で割ると、次に18と24になるんですね。で、18と24はまだ共通の2で割れるので、もう1回2で割ります。そうすると9と10になります。で、9と12はもう2で割れない。で、2で割れなかった場合には次に 3で割ってみようとするんですね。で、そうすると3で割ってみると3と4です。だからそれぞれを割り算していく形です。で、3と4になると、3と4もそれ以上割り切れるものはないので、ここで終わります。で、そうすると非常に不思議なことにこうなる。このすだれ算をやると、ここの2と2と3、この左側に残った数字を掛け算すると、 2×2×3 でいくつでしょう。12。これ最大公約数が出たんですね。で、さらに 2×2×3× ここの最後に割り切れなかった3と4、これ全部掛け算するとちょっと大変だから、もう答え出しちゃうと144で、これ最小公倍数になるんですね。で、これ知っとくと便利です。で、なぜ船橋の学校ではあんまりこれ教えてないかというと、これ知っちゃうとすぐにできちゃうので便利なんだけど、やっぱりまあ他の公約数とか公倍数も理解していくためには、最初こういうふうに横書きして、お互い出会うところを発見した方が、まあ、公約数と公倍数の理解のためには、まあ、これがいいということで使ってるんだけど、でもこれも理解した上で、まあ、これも便利な方法も知っておくといいですよね。だから勉強というのはしっかりと基礎からやっていくという、これをきちんとやった上で、でもこういう便利な方法も使いこなせるようにすると、これ両方できるといい。ということで、6年生の勉強もこれから頑張ってみてください。